俺たちの勝ちだ。
たちの勝ちだ。危ねえ危ねえ。この先には確か落とし穴があったな。仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開ける。
ところに泉がある。セーニャ。うん？セーニャ？どんな時もずっと一緒だって約束したじゃない。私、人を探していて。お姉様？え？あんた、私がわ何年もお姉様の妹をしてますもの。じゃ、もう紛らわしい倒れ方しない。なあ、お取り込み中のところ悪いが、セーニャ。実は私とこの子は双子なの。こんな見た目になっちゃったのは深いわ。私をさらった魔物はね、ここをアジトにしてたくさんの人をさらっては魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。それで今はこんな格好ってわけ。つまりこう見えて私はれっきとした年頃のお姉さんなの。それは分かったけどさ、お前体がそんな状態じゃこの先やっていけないんじゃない？ええ、そうよ。だからあんたたちにはあの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。私からもお願いいたします。回復呪文で皆様のお手。
怪我はありませんか？お疲れ様でした。はっ。
行けねえ。ここを通る闇心あれば影心。注意したのに獲物に逃げられやがって、ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。あのベロニカという女はただものじゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた、何年に一度現れるかわからない逸材だった、ね、あの女の魔力を全部収めすれば、いずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに。それを、それを、いやー、魔王だって間違いないわ。あの魔物たち、ホムラの里で虫ぶる、あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。私の奪われた、なるほど、あの壺の中にお前の魔力。このデンダ様のアジトに なるほど、おめえらは家宝はブチ切れて待てとはこのことよ。さあやる、こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。